ワークアラウンドとは、コンピューターにおいて、システム上で問題が発生した際の応急措置のこと。一時しのぎに過ぎないので、後々抜本的な対策が必要となる。ただしその場しのぎだから悪いということではなく、ワークアラウンドを考え出すにしても、根本的対策を考え出すにしても、創造性や発想の転換が要求されることは、変わりがないということが多い。 想定外の事態に対しては、脆弱なことが多いので、ワークアラウンドを行った際には、どこを変更したかを明記しておくと、後々根本的対策を施す際に都合が良い。状況によっては、ワークアラウンドが原因で、システムに不具合が生じることがある。例えば、プログラミングで施される、ワークアラウンドには、ライブラリーで不整合値が検知された際に、それを回避するものがある。 ライブラリーが修復されれば正常な値が返ってくるようになるが、ワークアラウンドでは本来は異常である値の方を正常な値として扱い、本来正常である値の方を異常な値として扱うので、ワークアラウンドが元でシステムに障害が発生することがある。ワークアラウンドをヒントにより良いシステムを構築できたという事例もある。ありがとうございます。